私はさっきみたいな回送路よりこっちの方が好きですね。あ、新玉川温泉間に合うね。全然間に合う。ふい、最終受付の1時間前くらいには到着できそう。 OK。 でこれを右、次が国道341号宝仙湖ツーリングルート行きましょう。 42.8 キロあるところ行きます。ほっ、右。そのツーリングルート入り口まであと 7.4 キロ。お、こっちから来るとこんな感じなんだ。その山は何だろう、八幡平かな。でこれを左、ふい。八幡平は何日後だ、今日走らないんですよ。入り口まで行くけど今日走らない。1、2、3、3日後ですね。3日後走ります。今日が何曜日か、水木金、多分晴れ。週間天気予報だと金曜日まで晴れで、土日が時々雨。おお、日差しだ。あ、この辺りも気温低く。お、もうちょっとでスタートですね。バイク来ましたよ。バイク、イエー。はい、じゃあここからツーリングルート宝仙湖、国道341号です。宝仙湖というか宝仙湖を通る道です。ただいまの気温12度。でこれずっと走ってると 6.6 キロ先に水没林があるので、そこを見ましょう。交通量は少なめですね。トンネル長さ655メートル。うお、向こうが見えねえ。ふい。うわ、このトンネル寒い。そして暗くてよく見えねえ。うう、冷える。うい、バイク。そしてまたトンネル、トンネル内事故多発。1069メーター。うう、お、このトンネルはちょっと走りやすいぞ。横の線が見やすい。破線になってるからどれくらいスピード出てるかっていうのも分かりやすいし、どの位置を走ってるかっていうのも分かりやすい。ふい。お、左ダム湖、あと 2.8 キロで水没林の場所ですね。おお、水いっぱいあるわ。雪解け水。おお、日差しだ。ああ、水没林あった。ん、なんか車がいっぱい止まってるぞ。水没林渋滞。ここに止めよう。ここに止めるって。よし、見に行ってみよう。
しょ、新玉川大橋。お、水の色綺麗、エメラルドグリーン。写真撮るか。これを右。OK。サクッと撮ってサクッと行きましょう。ちょうど車がいないわ。よし、あまり長いすると良くないからとりあえず移動しましょう。電熱後でいいや。よっ、綺麗だね。ここ水の色も水没林の木も。ピットインみてえな停止だったね。いやー、よかったよかった。おお、ダムがある、放水してる。おお、放水、放流。玉川温泉まで21キロ。うん、このまま行こっかなと思ったけど、あれだ、電熱配線つないで電気つけないと手が冷たくなるわ。あとトイレ寄りたいから、トイレありそうだからここ寄ります。ん、どこだ。トイレマークがあるからこっち来たんだけど、あ、その辺だな、入り口こっち。ん、あ、ダムを下から見れるんだ、いいね。おお、これトイレ、あ、トイレだ。トイレ寄ってますって感じのところに置くか。風が冷たい。マジで電熱グローブ持ってきてよかったな。東北電熱グローブいります、ゴールデンウィークの東北。2段階目にしよう。温泉入りに行こうぜ、温泉あったまろう。いつもであればああいうところ寄ったらダムがバーンって見えるところで写真撮ったりするんですけど、今はそれが目的じゃない。今は新玉川温泉入りたい。はい、じゃあこれを右。だってただいまの気温11度だよ。そりゃ寒いわ。新玉川温泉到着予定時刻15時31分。あ、これを右に行くとダム。おお、玉川ダムだって。うわ、でけえこのダム、でけえダムってか、ダム湖。
あ、ちょっと水没林見えた？左側。うっ、よっしゃ。私が水没林見たところが終戦湖ですね。これが宝仙湖かな。バイク、イエー、バイク、イエー。ちょっとこの橋寄ってみる。ほっ、何橋なんて読むんだろう。男の神の橋だってさ。おお、うわー、綺麗。おお、太陽に照らされてるところが淡いエメラルドグリーンになってる。よし、おお、入浴剤みたいだね。おお、うわ、綺麗。風が、でも撮ろうかな。あまりの綺麗さについ寄っちゃいましたが、温泉行こう。温泉、ふい。うん、じゃあこれを右。温泉入ろう、温泉。寄り道ばっかりして、でも全然大丈夫。4分ぐらい寄り道したっぽいです。こりゃツーリングルートだわ。水没林、マイナー水没林。湖がずっと見えるっていう道ではないんですね。たまにガーッと開ける。あとはずっとこんな感じ。おお、右側綺麗だね。桜が満開だ。ほら、どうも、綺麗。教えてくれたあの人。ここすごいよ。ありがとうございます。でも私は今新玉川温泉行きたいんです。ごめんなさい。あの人こんなやって。ここすごいよ。おお、川、急に川、急に近い。おお、あ、硫黄の香りがする。おお、わ、河原の石が黄色い。黄色っていうか茶色っていうか、鉄分を含んでる感のある色に変わってた。ほい、ほっ、道の雰囲気変わった。面白いな、ここツーリングルートとしても面白い。え？あ、びっ
くりした、クマいたかと思った、人だった、黒い人、焦った、どうしよっかな、スピード上げよっかな、だけどブワーっていろいろ考えた、引き返してるうちにこっちに来たらどうしよう、それだったらもういっけーっつって突っ切ろうかなとか、めっちゃいろいろ考えた。ふい、あーその辺止まって写真撮りてえなダメダメ、もう寄り道しない、温泉、温泉に行くんだ。ほら綺麗ね、いいですよ。私はさっきみたいな回送路よりこっちの方が好きですね。ふい、お、玉川温泉まであと 5.6 キロ。ふい。うお。いいね。このルートいいね。かなり気に入りました。まあ、正面のすげえな、崩れて。これ。バイク忙しい忙しいです、この道楽しむことが忙しい。うう、341号、いいよ、かなり気に入りました。ほい、夜間凍結注意。お、登ります。ガードレール的なやつが色が濃い、国定公園とかそんな感じかい。うぅ、ういー、あ、眩しい、眩しいけど顔があったかい。ふい、また道変わったね雰囲気変わるね。おお、急カーブ、そこ注意。ブレイク、登っております。お先にどうぞ。うわ、こりゃまた、で右どこだ、あ、それか、これを右、ほ、すげえ幅広